1F 福島第一原子力発電所労働機は、立田和人による漫画作品。日本の出版社である、高段車発行のモーニング並びに、週刊 D モーニング2013年48号より2015年45号まで、不定期連載された。なお、表題の 1F とは、福島第一原子力発電所の作業員及び、周辺住民による、通称、1階である。 作者である、立田和とは、自称、売れない漫画家であったが、東日本大震災を機に、大学卒業後以来から、長年勤めていた会社を辞め、被災地のためになる仕事に就くことを決意。右与曲折の末、2012年6月から約半年に、渡り、福島第一原子力発電所で作業員として、従事した。この経験をもとにしたるポルタージュ漫画作品。 1F 福島第一原子力発電所案内機を他の編集プロダクションで進んでいた企画がボッツになったため持ち込みを行う。最初のすでに福島の視察に行った人が鼻血を出したといったような自身の体験と比較すると明らかにデマの内容の漫画を掲載した出版社に反応を見る意味で持ち込んだら門前払いとなった。ついでモーニングに電話で連絡を行う。 電話を受けたモーニング編集の篠原健一郎もあまり期待もしていなかったが福島第一作業員という取材先としての希少性と何かのネタになるかもしれないと面会を受けた篠原自身は持ち込み原稿そのままでもいけるとの判断を出したが編集長を説得する材料として案内機を漫画新人賞である第34回漫画オープンにエントリーこれが 対象受賞となり、モーニング、週刊 D モーニング2013年44号に掲載されることになる。この号は、通常以上に売り上げが増え、掲載当日に共同通信から取材の申し込みが行われるなど海外メディアからも取材が殺到した。この反響を受け、モーニング、週刊 D モーニング2013年48号から、労働期としての連載が決定した。 キャッチコピーとして、福島の真実を暴く漫画ではないと付けられている。これは、雑誌掲載時に担当編集者が付けたものであり、作者自身も本作品は、真実ではなく、自身の見聞、体験を描くことを目的としている。連載をまとめた、コミックス一巻が2014年4月23日に発売されたが、新人漫画家としては、異例の初版15万部の発行であった。 また、NHK のクローズアップ現代、今福島を描くこと、漫画家たちの模索でも、個人を特定しないという条件にて立つとは、立田は取材に応じている。日本財団が主催する、これも学習漫画だ。世界発見プロジェクトにて、2015年10月6日に発表された、学びにつながる漫画100冊の一冊に本作が選定されている。 2015年後半から2016年にかけて、スペイン、フランス、ドイツ、イタリア、台湾で、現地語版が販売される。英語版は、左右逆開きになるための編集作業があったため、2017年と遅れて販売された。2017年時点では招かれて毎日ホールや、南相馬市で講演を行っている。今後も福島第一原子力発電所での作業に、 従事したいという思いから講演は覆面で行われている。歌でも記録を残したいとの自身の思いから、講演中に震災と原発事故後の浜通りをテーマとし、自身で作詞作曲した歌を披露している。武田徹は平成という時代を考えるための本7冊の中の1冊に、本作を選んでおり、凡百の自己ゴルフをしのぐ臨場感、存在感を示したと評している。 勝田和数との署名が書かれたサーベイメーター。ありがとうございます。